はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャルダンジョン攻略、今回は、レシピの10を取りに行きたいと思います。で、レシピの10ですね、こちらを取りに行く際はいわゆる2周目の物語を進めていく上で、まあ、後半の方でね、レシピ10が手に入りますので、まずはセイラちゃんをデッキに入れるということが必要になってきます。で、一応編成としては、主人公ガードで、サイガ、イヌキでルナちゃんですね。でセイラちゃんはデッキに入れてれば大丈夫なのと、あと日野くんですね。日野くんは幸運レベルが高いので、連れてきてます。一応ルナちゃんの彼女評価のところまで乗れば、日野くんと交換するような形を取っていきたいと思います。でまたちょっとね要所要所のところで、解説を入れながら進めていきます。まずはね1回東廊下ですね。ここで2回びっくりマスを踏んで、保健室を出します。で次は保健室を探索して、で保健室を探索した後に1回来た廊下が出ますので、ちょっと2つはまとめてやっちゃいます。はい、ではですね1回来た廊下のびっくりマスを踏んで、中庭を出現させて、そこから地下階段、地下道、地下礼拝堂っていうところに、進んでいきたいんですけれども、そのまま地下道の方に進んでいくと、どう考えてもレベルが足りないので、ちょっとね寄り道をしつつ、またですね上に向かっても2階以降ね2階とか3階とか上に向かっても進んでいかないといけないので、いきなりこう地下道に降りるよりは、進められる方向を進んでいって、まあ、団結レベルをね徐々に上げていきたいと思います。で寄り道なんですけども、俺はねあの生徒会室、やっぱりね煙幕を作るのに、素材が必要になるので生徒会室はね寄るようにしてます。なのでまず生徒会室寄って、でその後は、2階南廊下の方ですね、進んでいきたいと思います。じゃあ生徒会室とりあえず素材集めで1回クリアしたので、次は2階以降ですね、2階南廊下で2階東廊下、2階の階段で、3階の南廊下で、3階の北廊下までちょっと進めていきましょうかね。じゃあやっていきます。
はい、じゃあ3回来た廊下まで、来ましたので、まあわりかしね団結レベルも上がってきたのでまたちょっと地下の方に潜っていきましょう。中庭に行きます。で中庭はびっくりマスを踏んで、図書室を出現させておきます。はい、ではですねちょっとバレンタインのところまで団結レベルを、上げました。まあ、練習を中心にね団結レベルを上げて今度地下階段の方に潜っていくんですけれども、地下階段、強敵マスでなんか地獄ムカデが出てくるんですけれども、倒せれば倒していきたいと思うんで、今のね自分のスナイパーの武器ですね、ジャイロ棒とチェイスライフルで、チェイスライフルは、必中射撃がついてるんで、チェイスライフルにしてたんですけども、貫通持ちのジャイロ棒を二刀流させますと。でチェイスライフルもね実は2本持ってるんですけど、あんまりねいいのが出てないんですよね。チェイスライフル元々の攻撃力が340いくつだったかな。でこれ命中が低くて、でこっちは命中は高いけど攻撃力が低いというようなところになってるんで、チェイスライフルについてはねもう少し強いものを作りたいなと思ってます。でジャイロ棒に関しては3本持ってます。でジャイロ棒、2本貫通持ちさせて、であとレンジャーですね、レンジャーもストライクニードルの貫通持ちと、クリムゾンナイフも作ってあります。でクリムゾンナイフの方が全然攻撃力高いんですけど、今回は貫通持ちの、ストライクニードルでいきますというところですね。まあ、本当は攻撃力重視で、サイガとかヒノじゃないやつでも全然良かったんですけど、なんかまあいつものメンバーという感じで、連れてきてます。じゃあ、地下階段に行きましょう。ちょっと待ってね、煙幕2つかもう1個作っとこう。まあ3つプラス戦闘分があればいいかな。サイガがねどうしてもなんかレベルが低いんですよね。初期レベルが低いのかな。まあ、キャラによってね初期レベルが違うんで、ノゴロウくんとかだとねめちゃくちゃレベル高いんですよ、初期レベルが。でなるべくね強敵マスは回避していきます。これだったら回避できるか、本当はね必中とかでもよかったんだけど、まあ、強敵に当たった時のために貫通を2つつけてますと。で、できればねスナイパーは別のやつに攻撃させて一発で仕留めていきたいですね。ヒノのヒットポイントがなぜかやばいな。集中攻撃を食らったか。でここら辺も戦闘していけばそれなりにレベルは上がるはずなんで、やっぱりねスナイパーをね外されるとちょっと困るんですよね。ちょっと待って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 、サイガーヒットポイントもなぜかやばいぞ。結構きついかこのレベルだと。居抜き倒れるとかなりやばいからな。あれなんで災害回復してないんだ。転倒したか。まずストライクニードル、これは回復させよう。ストライクニードルっていうか日野なんだけど、でテンペストはねなぎ払いがあるんで一回ちょっとなぎ払い使いましょう。攻撃をしないんで、なぎ払いやれたらねめちゃくちゃ命中率が低いんだよね。おお当たった。奇跡的に当たった。で回復薬はもう早め早めに打っちゃおうか。災害回復しよう。回復薬はね別にすぐ作れる。うわしまった。ちょっと油断するとねこういうことが起こるんですよね。でストライクニードル貫通持ちなんで攻撃しますと。で災害はねちょっと防御させて、主人公も防御させて、ジャイロ棒は貫通があるんで攻撃させますと。うまくいけばストライクニードルとジャイロ棒で倒せます。 OK、ま、金属質の殻もねなかなかのレアアイテムではあるんですけど今回はいらないかな。
つはさ何回攻撃なの？あ、そろそろ犬木くんの TP がやばいね。どうしようかな、ちょっと戦闘回避でいこう。で次は普通の敵と戦えば大丈夫かな。でここら辺のある程度の目押しもできるようにならないといけないっていうところがあれですね、ミソですね。最後敵と戦えなかったけど、だから本当に、ね、探索技術の、ね、レベルを高くしておくっていうのはいいと思います。まあ俺は全然つけてないんですけど、つけたいですね。でここはかなりいいんで練習しておきましょう。210上がるんで。で次はね地下道になるんですけど、地下道は本当に強敵マスがクリオネとかいうね、わけわかんない超強いやつなんで、あこれ体力回復するのにクリオネに当たったらちょっと煙幕で逃げます。で地下道をクリアするところまでちょっと飛ばしていきましょうかね。こっちで次地下道ですね。じゃあやっていきます。回復アイテムちょっと補充してこよう。結構使ったからね。そして小さな花もなんか少ないな。まあいいか。はい、じゃあ次は地下礼拝堂ですね。で1周目だと地下礼拝堂にボスがいたんですけれども、2周目に関しては特にボスはいないはずです、確か。単なるイベント通過なんで、これはこのまままた進んでいきましょう。で地下礼拝堂も強敵マスはムカデちゃんなんで、まあ、遭遇したら倒していきましょう。ここはねわりかし難しいんで。で一応ここでね、図書室に行こうよと、言ってるので、この地下礼拝堂をクリアした後に図書室に、行く必要があります。それじゃあ図書室に行きましょうというとこなんですけど、どっからかね、次あたりかな、やっぱ大霊装備が必要になってくるんですけど、図書室はまだ大丈夫だったっけ。小さな花少し減ってきたな。まあそれはしょうがないとして、まあいいや、とりあえず図書室はそのまま行きますと、あとそうそうそう、ムカデとかをね倒すのにやっぱりね貫通武器はね作っておいた方がいいです。おすすめはスナイパージャイロ棒2本ですね。でできればやっぱり強いのを作っておきたいですね。これランク75でこのジャイロ棒はかなり強いと思います。特殊能力が特についてないんですけれども、攻撃力も高くて命中率も悪くないと。でこっちのねジャイロ棒はねやっぱり上のジャイロ棒と比べるとかなり見劣りはしますよね。消費 TP も多くて攻撃力も弱くて命中率も低いっていう。ジャイロ棒ねこっちもねあるんだけど、命中率は高いんだけどさらにね攻撃力が下がるんですよね。一応ジャイロ棒は、この2つを2本持ちしてます。で貫通が必要ないときはチェイスライフルですねを持っていて、で俺はね犬木くんを持ってるんで、霊力があるんですよ。犬木くんをもし持ってない方とか霊力持ちのねスナイパーがいない人についてはちょっとゴーストバスターもやっぱり作っておいた方がいいと思います。ゴーストバスターはまあその名の通り、大霊装備になってますので、まあ霊のね敵が出てきたときにも霊力をつけないで攻撃が通るような形になります。であとはレンジャーですかね。レンジャーも一応ストライクニードル
と、クリムゾンナイフあたりが、まあ、メインになってくると思うんですけど、ストライクニードルは貫通持ちなので持ってますと。でクリムゾンナイフについては急所狙いとね、致命がついたりするんで攻撃力も高くていいかなと、思います。でストライクニードルを作る前は、このアイススプレッドですね、これも貫通持ちなんで、そんなにストライクニードルと強さが変わるわけではないんですけれども、ストライクニードルの方が、まあ、ランクが高いんでストライクニードルにしてますという感じで、ガードに関してはバリバリスティックを愛用してます。まあ、そろそろねランク10の、てかレシピ10かものがあったら作り変えたいなと思ってるんですけど、でテンペストは攻撃力重視ですかね。ただねこのハンマーはねどうしても命中が低いんですよね、火力が高いけど、まあ、そこら辺が難点になってますけれども、一応こういう装備で来てます。じゃあ図書室に行きましょう。ここはまあ普通にクリアすればいいんですけれども、敵がわからない、敵が回避していくか。一応強敵ます。ガー、こいつはあれだ、混乱してくるやつだ。犬気が混乱してね、仲間を撃ち抜く可能性があるんで、ちょっとここは回避の方向で行こうか。で、図書室をクリアした後にですね、この3階来た廊下をクリアすると、3階階段のね、道が開けるんですけど、このね3階来た廊下をね2階クリアしなきゃいけないかどうかっていうのがちょっとよくわかんないですよね。1回目3階来た廊下をクリアした後に地下道に向かったじゃないですか。それをねやらなきゃいけないかどうか、3階来た廊下を、全部で2回クリアしなきゃいけないかどうかっていうところがちょっと分かんないですけど、一応俺は2回クリアしてます。で、ここら辺もまあサクッといきますか。これでね、なんかちょっとイベントが進むんで、でもう次がね4月になるんですけれども、めちゃくちゃね日数的に余裕があるっていうわけではないですね。だいたいね1ヶ月ちょっとは団結レベル上げるのに費やしたんですけれども、まあそのくらいですかね余裕があるのは。めちゃくちゃカツカツではないですけれども、余裕があるというわけではないので、まあ、ここら辺のねレベル上げとかはうまく調整して、で最悪、まあ、回復アイテム1個くらいだったら持ち込んでもいいと思います。こういう時にね、体力を回復させてダンジョンに挑むっていうのもまあありかなと思いますけども、どうしようかな。次4階なんだよね、1回寝よう。しかもなかなか寝つけなかったけど体力は回復したか。で3階階段、なんかここら辺からちょっと耐冷装備が必要だったような気もするけど忘れちゃったな。パーティー編成をします。でまずルナちゃんですね、昨日はもう外してルナちゃんにします。でルナちゃんはなんか知んないけど霊力レベル8あるんで、まあ、日野はねアイテム集め要員なんで火力は多分こっちの方が高いかな。で犬木も霊力持ってるから大丈夫でしょ。で主人公はバリバリスティックだから大丈夫なんで、サイガですね、サイガの装備を解析モノクルとかいらないか、ってかバウンサー金原とかでもよかったね。バウンサーヒットポイントボーナスがマイナス15だけど再生がついてんのはでかいな、これにしよう。再生はねヒットポイント毎ターン6回復してくれるのかな。で一応10回まで回復してくれたと思います。
あとね、牙もね、あれなんですよね。あれ牙どこだ。霊力持ちなんで、まあ、レンジャーはね、わりかし、揃えやすいと思います。使いやすいキャラクターを。で、スナイパーが確かね、結構人が少ないんですよね。なんで、ピンポイントでね、犬器とかを持ってれば、全然使いやすいんですけど。では、3階の階段ですね。あれ、もう1回クリアしなきゃダメ3階階段出てねえな。あ、これで2回クリアしないといけないのか。じゃあ、すいません、ちょっともう1回やります。なるほど、そういうことですね。俺もちょっとすげえ久々なんで、あれでしたけれども、まず図書室に行って、で、3階来た廊下をクリアすると、なんか3階にありますみたいな会話が出て、そこからまた3階来た廊下をクリアすると、階段が見つかるということなので、最初の方にあったら3階来た廊下はあまり意味なかったですね。なので、3階南廊下まで行って地下室に降りれば大丈夫な感じですね。4月の3週なんで若干詰まってきたかな。あとは3階階段、4階廊下、空き教室、2階ゲートとこなさないといけないんで、あんまり休んでる暇もない。ここで3階階段、レベル64か、高いな。耐性装備とか大丈夫か。まあいいや、行こう。どうする、やっぱ敵と戦ってレベルを上げるか。ちょっと怖いんだよね。少し進めよう。探索をある程度進めてから敵と戦おうもう一回探索しようで敵と戦っていこう。あー来たね、闇の番犬。やっぱり耐霊装備は必要だ。で、貫通じゃなくていいか。ジャイロ棒次外そう。よし、チェイスライフルにしよう。強敵は誰が出てくる。うわー、地獄ムカデか。まあ倒せないことはないけどね。まあ、ここもね、犬木くんがちょっと当たってくんないと困る。てか地獄ムカで出てくるんだったらやっぱりあれだよね、必要だよね、ジャイロ棒。まあ、最悪才賀は死んでもいいんで防御させとこう。で、外しやがった。うおー、ルナちゃんやられた。ジャイロ棒当たれ。よし、ジャイロ棒外したのが痛かったな、本当に。まあでももう 100% になってるんで、で4階。すまんねえ、サイガとルナちゃん。で、精神練習120、ここは回復しておこう。これは体力減らないよね、もう最後だから。ここら辺で体力を削ってくるイベントが出るとちょっと厳しい。日野も大丈夫だね。どうしようかな、もう叱ろう。さてさてさて、まあ、最悪煙幕があるから、煙幕3つか。もう1個だけ持っとこう。なんだかんだでね、全回復薬も欲しいんだよね。で、4階廊下ですね。66レベルか、行こう。どうしようかな。まあ、まずは回避しよう。ちょっと怖い。もう一回探索したいね。うわ、敵と戦ってしまった。誰？番犬か。まあ、番犬は
なんとかなる。よし。おお、めちゃくちゃミスったな。ここら辺の特別イベントって特になんもないよね。89% 何パーセント上がったっけ。戦闘で最後は戦おう。番犬か。もういいや、このまま行こう。なんか最後めちゃ減ってんだけど、なんで。で空き教室ですね。で空き教室はボスがいます。で耐冷装備は必要なんですけれども、ちょっと一回メンタル、いや普通にもう寝よう。メンタルをやる意味はないんで寝よう普通に。で5月の3週でクリアするでしょ。で6月中に異界ゲート行けばいいんだ。まあまあ間に合いますね多分全回復薬を1個作っておこう、いざとなった時のために。で装備的にはどうしようかな。ジャイロ棒じゃなくて多分チェイスでいいと思うんだよね。チェイスを2本持たせましょう。でルナちゃんもストライクニードルじゃなくてクリムゾンナイフでいきますと。これで大丈夫かな、ちょっと分かんない。空き教室行きましょう。ゲートがある。まあ、物語の内容についてはね、また2周目をクリアするときに、見ていきたいと思います。ちょっとこれは1個ずつ配置されてるパターンだね。敵とイベント系が1個ずつ配置されてるとね、滑る関係でなかなか狙いづらいんですよね。わあ、異界のツタが出てくるのか。どうするこれ、どうする。1回だけ逃げようか。あんまり戦闘はこなしたくないからな。探索率が増えてきたらまあ戦ってもいいかね。65% か。あ、闇の番犬はいけるね。なのでチェイスだけちょっと必中で確実にこいつを倒そう。よし、強っクリムゾンナイフ強え。で犬木はねあんまり TP を減らしたくないんで節約しましょう。息を整えられなかった。番犬が出てきた時は戦おう。よし、これでだいぶ進んだな。ツタかー、ツタかー、逃げよう。一回食らうね。よし、 OK。 まあまあまあいい感じの体力ですね。不意打ちとかしてくるのひどくない。超壊滅的なんだけど、これひどいよねちょっと待ってね、気絶しやがった。犬木はもうマジでやばい。でチェイスでもう番犬は確実にぶっ倒そう。いやルナちゃん気絶したの超痛いわ。よし、でルナちゃんもちょっと回復に回そう。サイガがやばい。でこいつも回復させて、でチェイスの必中で確実に番犬倒して、災害1回防御させとこう。こいつ再生するんでね、 OK。 居抜きがまずいね。これはもう全回復使おう。で居抜きは今回リロードさせます。でリロードは二丁拳銃であれば1回で2本ともリロードされるんで、まあ、それはそれでおすすめですね。よし、これでちょっと今回も回復ターン110くらい回復するのか。よし、でクリムゾンナイフでいくでしょ。バリバリスティックはそのまんま、テンペストもそのまんまで、チェイスは必中でいきましょう。2ターンで型をつける。おら、よし、
で、サイガモ もう攻撃に走ろう。で、チェイスはもう一回必中。これでいけるでしょう。クリムゾン。オッケー。いや、やっぱりね、スナイパーだね、攻撃の要は。だからちょっとね、スナイパー2人っていうのも、ありはありなんですよ。ていうか、ガード1人のスナイパー3とかっていう効果力も、一応戦術としてはあるんですけども、まだスナイパーのね、本数が揃ってないんで。で、なんかすごい、めでたしめでたしみたいな、あれがあるんですけど、ちょっとまだ先があります、実は。異界ゲートですね。で、この異界ゲートに、レシピ10があります。一応ここでもセイラちゃんゲットできるのか。で、練習の鬼、これもね、回復できるんで、回復しておきましょう。で、確かね、異界に入ると、探索をね、するわけじゃなくて、まあ、探索はするんですけど、びっくりマスをね、踏まないとクリアにならないんですよね。ガラスの瓶を大量に作ろう。で、異界はめちゃくちゃ敵が強かったんで。よーし、もう一個作るか。もうひたすら煙幕っすね。あ、精霊の元がない。マジです。小さな花使うのかよ。うおー、まさか小さな花が切れてるとは。まあいいか、5個。全回復薬も1個作っとこう。回復スプレーも1個作っとこう。回復スプレーがね、もう少し回復力があれば 30% なんでね。で、ここで本当はね、探索技術とかをね、上げたいんですよ。異界ゲートレベル71とか超高いよな。サイガ、いや、サイガちょっと失敗したな。連れてくる必要なかったわ。その代わり探索技術を持ってるやつ、てか日野くんも実際いらなかったしね。矢部くんとかね、実は探索技術持ってるんですよ。ただイベキャラに入れてないんで、めちゃくちゃレベルが低いっていう。そうですね、ちょっと今回編成が悪かったですけれども、探索技術を持ってる人を1人入れた方がいいですね。あと大霊持ちがいれば、もちろんそいつも入れた方がいいというところで、まあしょうがない、これでいきましょう。異界ゲート5月の4週なんで、ここから先はとても難しいから気をつけてと。装備が十分でも負けちゃうかも、運が良ければクリアできるかもぐらいの気持ちで挑戦してみてねと。装備が全然しょぼいんでクリアまではいけないですね。はやっ、こんなん無理だ。いや、ちょっと待って、どこで押せばいいんだ。暗視も必要だね、そうすると。いや、無理だわ、全然わからん。あー、ツタか。ツタくらいだったら対応できるよね。ちょっとチェイス、こっちに打とう。うわ、居抜きがこけたな、今。機械のツタは楽勝か。また入り口だったら、全然楽かな。っていうかさ、これ無理なんだけど。やばい、取れるか。ほら、チェイス、まあ、チェイスは強いね。うねる触手とか。うわ、惜しい惜しい惜しい。爆弾ビートル、不意打ち。あ、これ逃げよう。ここは爆弾ビートルと異界のツタだけか。それだったら楽勝だね。ちょっと待って、マジで無理なんだけど。あ、大丈夫か。新しいアイテムが追加された。びっくりマスは踏まなくても大丈夫かな。ただね、先には進めてないと思うんですよね。急行車見て、あ、そうだね、異界ゲート。とりあえずレシピを取るだけだったら普通にクリアして大丈夫ですね。で、異界ゲートの先に進むにはやっぱりビックリマスを踏まないといけないというところで、あ、よかったよかった、レシピ10を取るだけだったら全然問題なかったですね。
で、じゃあ銃開発を見てみましょう。デンジャラス刀とかね、マジ強いよね。攻撃力90で、これ3回攻撃っすよ。3回攻撃で急所狙いとかねついてるんですよ。マジ欲しいけど、荒ぶる刀身とかすんげえ作るの難しいんで、ここら辺荒ぶる刀身、のた打つ肉塊とかね、確か鍵が必要です。で、冥府の紅刃みたいなのも、真紅の刃もね、すんげえ難しいんですよね、作るのが。漆黒の土とか、まがまがしい牙とかねいや、ここら辺作りたいね。デンジャラス刀でしょ。だから目指すのは、もうもちろんデンジャラス刀で、レンジャーは、デスペラードで、デスペラードは、二刀流がついてるんで、これね、2本欲しいっすね。いや、無理だ超時間かかるわ。と、アルマゲドン、攻撃力255、まあ、ポーラスターもね、強いっちゃ強いんだけどね。で、今持ってるのがテンペストなんで、まあ、最悪ポーラスター先に作るか、輝く金属と虹色の塊だったらなんとか揃えられる。で、ただね、ライフルについては、まあ、大蛇打ちね、めっちゃ強いんだけど、どうだろうね。俺チェイスライフルでもいいと思うんだよね。チェイスライフル何がいいってね、この必中射撃持ってるんで、かなり安定するんですよ。だからね、大蛇打ちは、まあ、俺の中では優先度は低いかな。どっちかっていうと強いチェイスライフルが欲しい今のところ強いチェイスライフル持ってないんで結構作戦に失敗してるんで。で、あと鎧の方は、まあ、そのガード、レンジャー、バウンサー、スナイパーに合わせたものになってますね。ね、ガードプレートとかレンジャークロスとかバウンサークロスとかスナイパークロスとか、ここら辺がちょっと作るのがめんどくさいかな。輝く帽子とか輝く金属とか、割と難しいものが必要になってきます。で、アクセサリーについては8までかな。で、あともう一つレシピ11っていうのがあるんですけど、11作るとなるとさらに難しくなるんで、とりあえずそうですね、まあ、ここら辺のものを、目指して作っていきたいと思います。じゃあ次はまた装備を揃えてレシピ11を先に取るか、2周目を先にクリアするかは、状況次第なんですけれども、こっから先はね、ほんと、装備を揃えるのにめちゃくちゃ時間がかかるんで、まあ、動画のアップもちょっと遅くなるかもしれないですけれども、とりあえず今回はこれで、終了して、そうですね、あとそのなんとかの取り方みたいなのも一応やりますか。ここでいくと多分輝く金属とかね、輝く金属は、まあ、作れるっちゃ作れるんですけど、ドロップする敵がいるんで、まあ、うまくね輝く金属、集める方法とか、あとそうですね銃のやつを作る方法とかも、まあ、もし動画にあげるかもしれないですね。作ってみようみたいな、多分作れないかもしれないですけど、今回は素材が集まりませんでした、終わりみたいな回になるかもしれないですけど、一応まあそういうのもちょいちょい上げていこうかなと思います。まあとりあえず今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。